楽天銀行ユーザーです。堀江さんの YouTube を見てて不安になってきて、楽天銀行から別のネット銀行に資金を移すか悩んでます。東証プライム上場で持ち直すと思いますか？すいません。僕、堀江さんの YouTube 見てないのでわかりません。何の話なんだろう。楽天銀行が危ない的なことを堀江さんが言ってたのかな？まあでも、なんか本当には危ないのかっていうと、日本の銀行が潰れる時って多分全然別の理由だと思うので、楽天、まあ、楽天の携帯電話事業があんまりうまくいってないよねっていうのはあると思うんですけど、ただ本当にその 楽天銀行が潰れるとしたら、多分楽天本体もかなりやばい時だと思うんですよね。で楽天自体は多分まあ、いろんなその携帯事業とかでお金使ってると思うんですけど、とはいえ別に事業でそれなりに元々のオークションの方で、オークションじゃないや、ショッピングサイトとかの方でも売り上げはそこそこ上がってはしたりするので、縮小とかそのコスト削減とかはあるとしても、楽天が潰れて楽天銀行が潰れるみたいな事態は、まあ、ここ数年は起きないんじゃないですか。なんか変な投資とかしない限り。今後の楽天についてコメントをください。携帯電話事業がどうなるかですよね。プレミアのバンドが取れないという状態で、とはいえ価格競争に持ち込むことでちょっとずつ会員数を増やして、で10年後ぐらいにはまあシェア 20% ぐらいいけばいいよねっていうところで、そこまで持つかどうかっていうところなんですけど、ただソフトバンクの孫さんもなんか今期で7000億円マイナスとかで、なのでまあもうどれぐらいその耐えられるかって、プラチナバンドね、はい。なのでそのもうその楽天のその本業の方が、そのショッピングサイトの方がなんかそこまで伸びてるというわけではないと思うので、どうなのかなとは思うんですけど、なのでなんかサッカーのスポンサーとかやってる場合じゃねえんじゃねえかっていう気がしますけども、はい。ポピュリズムに興味を持ち探求し始めたら、日本では小泉政権が該当するそうです。私は小泉政権の時はまだ生まれてなかったので、日本郵政民営化、非正規雇用の採用、ブッシュと仲がいいというイメージしかありません。小泉政権と聞くと何かすごいイメージを勝手に抱いてしまいますが、具体的な功績や陰謀論でも何でもいいので、ひろきさんの見解を聞きしたいので、よろしくお願いします。多分今とすごく状況が似ていて、その自民党政治というのが実はあんまりいい結果を出してないよねっていう状況だったんですよ。で今もその割と非正規雇用が増えていて、その経済成長率も低いし、自民党に任せていたけどあんまりいい状況になってないよねっていうのがあって、で菅政権に対してみんな文句言ってて、で岸田政権になったんですけど、まあ、岸田政権スタートしてみても支持率めっちゃ低いよねみたいな状況だったんですけど、小泉さんが言い出したのって自民党をぶっ壊すって言い出したんですよ。自民党所属で自民党の議員でありながら自民党をぶっ壊すって言って、自民党の議員票と自民党の党員の票を受けて総理大臣になって、全然ぶっ壊してねえじゃんって話なんだけど、とはいえその要は今の状況が良くないから今の状況を変えるっていう表現だったんですよ。郵便局っていう、まあ、めちゃくちゃ今の人だとあんまりイメージ湧かないと思うんですけど、多分その当時でも世界で一番大きい銀行だったんじゃないかな、郵便局って。要はその郵便局っていうのが、その郵便貯金っていう機能っていうのを持ってたので、なのでめちゃくちゃお金があったんですよ。で通常民間の銀行って、まあ、そこまでの視点がないんですけど、日本中に郵便局というのがあり、そこで貯金できることっていうのがあって、でそこの貯金からの郵便貯金っていうめちゃめちゃ大きなお金があったんですよね。そこの郵便貯金っていうのを勝手に使って郵便局がいろんな投資をしてたんですよ。でその結果、そのなんか全然役に立たないものを日本中に作るっていうのをやってたので、なのでそこのその要は第三セクターと言われてるようなその役所だったりが勝手な予算で勝手なことをしてるっていうので、お金をどんどん使っちゃってるから日本が良くないと。なのでその勝手なことを役所にやらせないためには、まずは郵政を民営化することで、その郵便局の官僚たちが勝手に好き勝手お金使うっていうのを止めるっていうターゲットとして郵政民営化っていうのを言い出したんですよ。で、まあ、郵政民営化した結果、その郵便局が勝手にお金を作って、なんか官舗の宿みたいなのを日本中に作るみたいなことができなかったんですよ。今でも調べてもらえば分かると思うんですけど、その官舗の宿みたいな名前の、官舗っていう名前の保険を郵便局が売ってたんですよ。銀行業務をしながら保険も売るっていうのをやってて、で余ったお金で官舗の宿っていう名前の宿を日本中に作って、でそこで郵便局の職員とかが好き放題安く泊まるみたいなことをやってたんですよね。でそういうのができなくなりましたみたいなので、なのでその割とその官僚とかその職員がその勝手に自由なお金を使うっていうのをできなくしたっていうので、さすが小泉首相っていうのがあったんですよ。経済成長させなきゃいけないよねっていうのがあって、でその非正規雇用自体はもともとあったんですけど、でその非正規雇用を普通の一般職にも拡大させるみたいなのをやって、で結果として経済成長はしたんですけど、そのおかげで非正規
雇用の人が増えましたよみたいなのがあったりするので、ほんであのいい部分でいくと、そのあの官僚たちが自由にお金を使うっていう郵政のお金っていうのを完全に民営化することで止めたっていうところは、僕は割と小泉首相は正しかったんじゃないかなと思いますけど。日本国内オンラインショッピングサイトの売上ランキングが1位が楽天で2位がアマゾンなのですが、アマゾンが楽天に負けた理由はなぜだと思いますか？アマゾンはクソな商品が消えないから。楽天は創業者の三木谷氏の不祥事で株価が下がっていますが、今後アマゾンに楽天勝つ可能性あると思いますか？結局その某国の人がやってるようなすげえあの不安定な商品が普通にアマゾンって売られちゃってるんですよね。レビューがまあその、あの割とその捏造できるという部分もあって、なんか高評価なんですけど、買ってみたら全然違うものが来ましたみたいなのってアマゾン結構あるんですよ。で楽天って割とあの確率論でいくとそれが少なくて、まあきちんとそれなりにまともな商品来るんですよね。ちゃんとその日本の会社がこういう形で登記してやってますみたいなのを日本の法律を守って、日本の場合ってあの通販やるときってこの会社です、住所はここです、問い合わせ先はこれですっていうのを表示しなければならないっていう法律があるんですよ。なのでそれに沿ってあの登録できるような会社のまともなところしか楽天ってないんですけど、アマゾンってアマゾンの中で売ってるので、あくまでアマゾンが売ってるという体なので、売り主が誰である、どこに住んでる、問い合わせの連絡電話番号はどこであるというのを書かなくても良いというのがあるので、あの特商法ですね。なので某外国であろう日本語があやふやな人というのが結構物を売ってたりして、買ってみるとクソみたいな商品が来ることが多いんですよ。ただアマゾンはちゃんとしてるのは、こんなクソみたいなのが来たぞっていうと、ちゃんとあのお金返金してくれたりとか、あのちゃんとまともな商品を送ってくれたりっていうのがあるので、お客さんは損しないんですけど、なのでオンラインショッピングに慣れた人であれば、またクソが来たわっていうのでアマゾンに問い合わせして、この会社クソだわ、返金しろやってるとすぐに返してくれるので結構便利なんですよ。だから僕アマゾン嫌いじゃないんですよね。どうでもいいものが来たとしてもこれ違うわ。で最近でいくとスイッチのあのこの横付けのコントローラー、これのあのなんかすごい安い店があったんですよ。あ、じゃあこれ安いから買うわって言って買ったら、外付けのコントローラーなんだけど、充電本来これって Bluetooth でつながるんですよね。なのであの離しても普通に動かせるんですけど、あの Bluetooth でつながらないっていうしょうもないやつをそのメーカーが送ってきたんですよ。もともとのやつと違うしょうもないやつが来たぞっていうので送って、あのその店に対して送ったら、いやいやごめん間違えてたわって言って、間違えてたわと言いながらしょうもないやつをもう一回送ってきたんですよ。おいおいおいと思って、あのその言ったら返金になったんですけど、返金になってお金は戻ってきたんですけど、しょうもないコントローラー2つうちにあるんですよ。いやその戻さなくていいよって言われたからっていうのがあって、そのなんかあのただでしょうもないコントローラーが2つうちにあるってなったりとか、あとあの HDMI っていうあのパソコンの画面とかをテレビにつなぐやつがあるんですけど、あれをなんかね1個買って動かなかったから、動かなかったよっていうのをイギリスの COUK の Amazon で買ったんですけど、クレーム入れたらなんか4つ送ってきたんですよ。1個動かないんだったら4つ送ればどれか動くだろうみたいな。いやいや確かに動いたけど、あのこんなにいらないよって言って、なんか HDM ケーブルうちにやたらいっぱいあるみたいなっていうのがあって、その Amazon は割とそういうね面白い店に入ると損はしないけど面白いリアクションがあるんですよ。なのであのそのこれがこの時期までに絶対必要っていうのであればアマゾンで買わない方がいいんですけど、ただなんかあの時間もあるし来なくてもいいしっていう余裕があって面白いもの買いたいときはあのアマゾンは割と良いです。はい。なのであの皆さんそういう感じでショッピングはあの使い分けるとよろしいのではないかなと思います。はい。郵便局社員です。官舗の問題や減少し続ける郵便物の影響で経営は厳しさを持つ一方です。しかし働く社員には比較的安い会社だと思うのでこのまま続けるつもりですが、ひろゆきさん今後の郵政はどのようになっていくと考えでしょうか。やはり郵便局自体はこんなんでしょうか。まあ、でも郵便局がなくなることはないですよ。郵便自体がなくなることはないので、ただ結局そのもともとそのあの事業を効率化させるということをあまりやってなかったりとか、無駄なそのなんか漢方的なものとかで結構楽に儲かるっていうのがあっちゃって、構造をきちんと作ってこなかったっていうのがあるんで、なのであのリストラは起こるとは思うんですけども、潰れることはないと思うので、ちゃんと働く分にはいいんじゃないかなと思いますけども。郵便局に勤めています。最近お客様の来客数が激減
営していますが、この会社の未来はどうなると思いますか。厳しいんじゃないですか。仕事上たまにそのハガキを送るとか国際郵便とかで郵便局行くことはありますけど、でもすごいよね、あのさ、他の国にさ手紙送るのにさ100何十円とかで送れるじゃん。100円でじゃあこれちょっとシンガポール送ってくれよって言われてもさ、いやいや無理っしょってなるけど、割となんか郵便局ってさ数百円とかでやってくれるじゃん。超すげえ便利と思うんだけど、でも今やね E メールの時代なんでなかなか厳しいですよね、はい。現在 EC モールでコンサルして働いてますが、来年から楽天でスポーツフィットネス商品で起業予定です。ひろきさんはどう展開していきますか。必勝法があればお伺いしたいです。楽天でやらないですね。楽天で売るとある程度のユーザーがいるからそれなりに儲かるんだろうと思ってらっしゃるんだと思うんですけど、そのまあ楽天って日本の会社なので割と真っ当なんですけど、例えばアマゾンとかってあの売れる商品を独自に売ってるとアマゾンがパクってきたりするんですよね。あとそのまああのこういうの売れてるよって分かったりするので、その中国が、ま、のあの真似したような商品が出てきちゃってそこに全部売り上げ持ってかれるみたいなのがあったりするので、なのであの独立するのであればちゃんとブランドを作って、それなりにその顧客を作って、でその顧客がなんか毎年毎年買いたくなるような商品を、まあ、作って、その固い顧客層っていうのを抑えつつブランドを作って新規のお客さんを増やすっていうのをちゃんとやった方がいいので、なので EC サイトは自前でやった方がいいと思いますけどね。その E あの楽天支店みたいなのを作るのは全然いいと思うんですけど、オンラインで物を長期にわたって売り続けるっていうのを考えるのであれば、ちゃんと自分のサイトに顧客が来て、でなんかじゃあそのなんか1000円分買ったら10円分ポイントがバックしますよとか、そういう感じのをちゃんとやった方がいいんじゃないかなと思いますけど。最近見たニュースでひろきさんの印象に残ってるもの一つ、あとひろきさんは何しに日本へ、ベイルートの事件が印象に残ってますけど、あの郵便受けに荷物が溜まりすぎちゃった気がしたので、それを片付けるために日本に戻りました、はい。なのであの郵便受けの郵便物があの綺麗になったので、ほらなんか郵送を受けられなくなると困るじゃないですか。で大体あの8割方チラシなんですけど、なんかそれを片付けるっていうのをやらなきゃいけなくて、まあもともとその毎月僕日本に帰ってたのでそんなに気にしてなかったんですけど、そこまで溜まると結構大変っていう。